2号線沿い新田という、ね、エリアにやってきました。でちょっとね気になるお店があるのでやってきたわけなんですけど、なんか最近たこ焼き屋さんをねがたこ焼き屋さんを始めたということでちょっとね気になって寄ってみました。早速見ていきましょう。もともとね、もう大阪人なんですよ。あ、そうなんですか。はい、だからちょっとまあたこ焼きはちっちゃい時からまあ馴染みがあるんでね。あ、はい、じゃあもうあれですか、いわゆるふわとろ系みたいな。あ、そうですね、はい、今回このテナント借りて後々ここゴルフスタジオをやるつもりなんですよ。あ、そうなんですか。はい、でちょっと改装が、まあ、夏過ぎぐらいになりそうなんで、はい、それまでちょっと家賃だけ払うのもったいないなと思って、で何ができればなと思って。もうあれですよね、テイクアウトとかも気軽に。もうほぼテイクアウトのみぐらいなんで。出来たてなんで暑いですけど、暑いですね、すごいふわとろですね。ああ、はい、外側がカリッ カリッとして、はい、でもこの500円っていうのがすごいお手軽感があっていいですね。ああ、ありがとうございます。初めちょっと高いかなと思ったんですけど、はい、まあ全然この辺だったら多分いいと思います、はいはい、結構タコもね、なんか最近結構ちっちゃいお店が多いんですけど、はい、でもこちらもなんかしっかりね、大きさもあるんで、はい、まあ大変かと思いますけど、タコ、はいはい、結構高いんでね。
美味しい。あれです、これ中になんかこんにゃくですか？あ、こんにゃくです。あれですか、なんかあんまし詳しくないんですけど、はい、大阪の方で大阪は入れます。あ、こんにゃく入れるんですか？でも初めてかもしれないですね、僕が他のでなんかそのこういう国道沿いにたこ焼き屋さんってなくて、あ、そうですね、なんかフラッと寝よってなんか旅のお供みたいな感じだったら、はい、すごいありがたいなと思うんですけど、まさにここですね。ソースとかもちょっとこだわりみたいなんで、あ、ちょっと混ぜ合わせで調合したい。なるほどなるほど。これあんまし癖がなくて酸味もそんなに強くないんで、はいはいはい、非常に食べやすいです。ああ、ありがとうございます。マヨネーズともなる組み合わせも好きですね。これも焼きそばっていうのはもうなんかまたこれもオリジナルスタイルみたいな感じですか？まあちょっとあの屋台風の、あー、なるほどなるほど、中の方で調理されてるんですね。ここは国道2号線沿いのたこ焼き屋さんに行きました。で、あの、まあ、焼きそばとかね、なんか、ホットドッグとかね、その他まあいろいろね販売してるそうです。なんか昔ねよくねそういうお店が、まあ国道とかによくあったようなねイメージがあるんですけど、もう今となってはとかね、コンビニとかできてね、そういう出来上がりをすぐ食べれるようなね、まあ、テイクアウトのお店とか減ってきましたよね。でもその中でこういう国道2号線沿いにねアクセスしやすい場所にあるっていうのはすごいありがたいなと思います。もともとはね大阪の方で、そこからまあこういう形でお店をやられてるということで、あのすごいふわとろでカリカリで、で僕初めて食べたんですけど、中にこんにゃくが入ってるのがねちょっとびっくりしましたけど、なんか食感が結構良くてね、なんか全然抵抗もなく、ぜひあの皆さん食べていただきたいなと思います。まあちょっとね交通量が多いんで、まあちょっとね安全運転で来てもらって、駐車場も結構余裕があるので 1,2,3,4,5,6、 まあ10台ぐらいはね止めれるような感じかなと思います。だから今後ね、まあいろいろなんかこのたこ焼きの屋台の隣にもなんか新たなことをするっていう話なので、ちょっとね今後また行ってみたいなと思います。今日はありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。